田口伊勢崎駅は、群馬県伊勢崎市潤和町にある、東日本旅客鉄道両毛線、東武鉄道伊勢崎線の駅である。伊勢崎線は当駅が終点である。旧駅舎伊勢崎駅周辺連続立体工事により、JR 部分は2010年5月に、高架新駅舎の供用を開始した。この両毛線の高架駅への切り替えに伴い、 北口と南口を結ぶ自由通路も設置された。東部部分は JR 側と一体的に整備され、2013年10月に高架新駅舎の供用を開始した。高架駅の供用開始後、南口には中央に駅構内の自由通路とつながる歩行者通路を配置し、その東側部分にバスやタクシー用のロータリー、西側に 自家用車など一般車両向けのロータリーを分けて整備する事業が進められている。JR よりである北口は駅前広場の整備を残している。2010年3月12日までは JR 東日本が両車線の出改札業務を行っていた。JR 東日本仕様の自動改札機、指定席券売機と JR 東日本が営業する。 緑の窓口が設置されており、東武線については、乗車券と両網の特急券のみの発見となっていた。同日までは同一の改札で、中間改札はなかったが、2007年3月18日のパスモの運用開始時からスイカとパスモの相互、利用開始に伴い、JR 先東部線連絡用の簡易 IC カード改札機が設置され、 IC カードで乗車している旅客は、同簡易改札機にタッチする必要があった。スイカやパスモで連絡用の簡易 IC カード改札機にタッチせずに、JR 線東武線間を乗り換えると、異なる経路の運賃が引き落とされていた。また、本駅から東武線のみを利用する場合は、改札口と乗り換え、専用簡易 IC カード改札機の2カ所でタッチする。 必要があった。2010年3月13日から東部専用の仮駅舎開設に伴い改札は分離され自社による発見業務が行われるようになった。旧駅舎正面には東部鉄道の表示がなく駅構内に入らないとなかった。ただし東部部分には東部社員が配置されていた。2013年10月19日に 東部部分の高架下駅舎が完成した。新駅舎では、JR との連絡改札口などは、特になく、一度改札外に出て、乗り継ぎとなる。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅で、島式ホーム2面3線を持つ、列車交換可能な高架駅である。2018年3月10日からは、早朝時間帯は、 遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働している。2010年5月30日に高架ホームの使用が開始された。高架化された際に1階が改札で2階にホームが設置される形になりエスカレーター4基とエレベーター2基を設置した。2番線と3番線は抽選としてホームを共用している。 当駅で折り返す列車は中線を使用し、3番線を降車ホーム、2番線を乗車ホームとする、乗降分離が行われる。乗り場2013年10月19日に、東部部分も、高開駅になり、島式ホーム一面二線を有する終端駅である。東部鉄道前駅中、最も西に位置する。駅番号は、TI25。乗り場2000年度に着手し、 JR 両毛線と東武伊勢崎線の連続立体交差化された。事業主体は群馬県伊勢崎市東日本旅客鉄道東武鉄道の4社で道路渋滞や市街地の分断の解消を目指して JR 両毛線7カ所と東武鉄道伊勢崎線13カ所の合計20カ所の踏切が廃止された。2010年5月30日に 両毛線が先行して高架化され、東武伊勢崎線は2010年に着工して2013年10月19日に公開駅が共用開始となった。なお、両毛線が公開駅に切り替わる際に、南北の駅前広場を連絡する自由通路も設置されることになった。駅周辺の土地区画整理事業も並行して行われ、駅につながる道路や、 駅前広場の整備に加えて、駅前広場に隣接地を含む周辺への商業施設や事務所機能の誘導が進められた。当初は、東武伊勢崎線の車両を留置する有効長230メートルの引上げ線を着発線西側に設置する予定があったが設置しないことになった。1998年度以降の推移は以下の通りである。 本駅は古くからの市街地の北端にある。市街地中央部には東部伊勢崎線の新伊勢崎駅がある。伊勢崎市は幹線道路沿いに大規模な商業施設が立地し、旧来の中心市街地が衰退するという日本の地方都市に多く見られる状況下にある。ただし、2008年4月1日より、伊勢崎市コミュニティバスの再編整備が行われ、 8系統以外の全便が本駅発着となったため既存の路線バスと合わせ本駅が市内における交通上の中心となっている青空専用乗り場駐車区出店 JR 東日本東武鉄道ありがとうございます